パフィネス・バナーマには、長高水なぎ鳥目、水なぎ鳥か灰色水なぎ鳥属に分類される、鳥類。小笠原諸島で繁殖し、南洋島でも繁殖していると考えられている。非繁殖期には、繁殖地周辺で生活すると考えられ、本州周辺でも、発見例は少ないものの南西諸島では稀に、発見例がある。全長31センチメートル。 翼海長65から75センチメートル。上面は黒く、下面は白い。もともと独立種として記載されたが、旧、セグロミズナギドリピーラーミニエイリや旧、ヒメミズナギドリピーアシュミリスの足とする説もあった。過去には、記載時のように独立種とする説もあったが、一方でこれらの分類に変更にあたり、科学的根拠が提示されていたわけではなかった。近年は、 分子系統解析などから、再び本種を独立種とする説が有力となっている。2018年に発表されたミトコンドリア DNA の首都クローム B による分子系統解析でも、本種が競技の P ラーミニエイリア P アシミリスとは禁煙ではないという解析結果が得られた。日本産鳥類目録改定第2版や改定第3版では、和名が 小笠原水なぎ鳥とされていた。海底第5波以降は、ピーラアーミニエーリの和名が、セグロ水なぎ鳥とされたことに伴い、その中でも唯一日本産であるアシュ、ピーエルバナーマニの和名も、セグロ水なぎ鳥とされるようになった。 水なぎ鳥科の構成種は本種に限らず多くの種で、背が黒いこと、本種の繁殖地が東島と南洋島と小笠原諸島に限定されること、地名をつけることで、生息地での保護意識を高める狙いから、独立種となった本種の和名を小笠原水なぎ鳥とするべきだという意見もある。1月に繁殖地に飛来する。東島では、タコの木からなる低木林などの地面に開いた穴に巣を作る。 南洋島では、標高800メートル以上にある、主に、コブガシやダウ内ヘゴからなるウンムリンで確認されている。7から8月に巣立つ。第二次世界大戦以前は、北、洋島でのみ繁殖が確認されていたが、戦後は、記録がなく北、洋島で繁殖する、個体群は絶滅したと考えられている。2007年に東島で繁殖が確認され、同年に、 南洋島でも土が付着した個体が複数発見されたことから繁殖している可能性がある。ネズミ類の捕食により生息数が減少したと考えられている。東までは銀ネムジュズサンゴト特サバモクマ王などの外来種による植生の変化、東化に引き寄せられることから地上に落下してしまい、猫によって捕食されることも懸念されている。分布が限定的なため、 災害などによる絶滅も懸念されている。東島では、ネズミ類や特サバモクマ王といった外来種の駆除が進められ、2008年に行われた調査では、ネズミ類は確認されていない。東島や南洋島は保護区に指定されており、一般人の立ち入りが規制されている。以下の判定は、旧セグロミズナギドリの亜種、セグロミズナギドリ PL バナーマニとしての判定である。 絶滅危害ビール医、ありがとうございます。